こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダーシャンバラが来てるので、今回もニルバーナーを使っていきたいと思います。いくぜ、出撃。よいしょ、勝てるかな。勝ちたい、どうにかして勝ちたい。最近調子があんま良くないからね、勝率が低い。おいどんの、いきます。鳥を倒したいから。よし、素晴らしい。この位置はいいね。ドインドインと、はい、それジェジェジェ、オッケー。次は横間で上がっていきたいところなんだが、違うな、こうだな。こうすれば次で、あ、いっちゃう、これ、あ、これやっちゃうわ、これやっちゃったよ。なんてこったい、なんてこったい。まさかね、ここまで行くとは思わなかった。今のところで、なんだ、魔導士を倒さなければ鳥が復活するんですよね。その鳥が復活すると、あとはもうやりたい放題。はい、で進んでいきます。 OK。 ちょっと待って、場所良くないよこれ。場所が良くない。卑弥呼さんの場所がハマってますね、左下。多分これずれてくれることを祈ろう。ずれてくれました、これはスーパーラッキー。そしたらここかな。 OK、 これはでかい。うん、こっからすごく動きやすい。というのも、この人はね、確かあれなんですよ、ダメージオールも重力バリアも引っかからない女性なんで、かなり便利かなと思います。そしてニルバーナー、ここでニルバーナーが役に立ってくるが、さあどういう風に動いていく。さあ、このファーストアクションを見逃すな。なるほど、こういう感じか。剣が欲しいね、残り2人も。うん、まあでもニルバーナーの友情コンボはどれぐらい、まあ効かないだろうけどな。お、効いた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 、めっちゃ効きました、素晴らしい。さあ、またニルバーナーがここで活躍することを祈りましょう。右側の鳥まで行きたい。うん、全然ダメだった。予想よりもダメだったよ。そしたらもう バッと暴れます。それ、バババッと効果も出ていいのかな。おし、そしたらまたニルバーナーになっちゃうから、ニルバーナーはそうだな、こっちだな。こんな感じで、できればバリアを壊したい。 OK、 ナイスな心意気。さあ、どのように動いていくのか。 OKOKOK、 こうなったらこうだ。魔導士を変えてみよう。よし、これは完璧。でだ、こっちに、よし、それ鳥をね、あ、鳥をどうにかしよう。 OK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 、ここで剣を取って、横勘かな、これは。これ綺麗に横勘だな、倒したい。まだ出し切れないかな。あー、しよしよし、これ倒せば進めますからね。ちょっとレッドブルの方を飲まさせていただきますね。極み、次適当に飲みます。ここはもう飲まないで覚えてほしいですから。OK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 。 で、防御アップされちゃってるから、下のバリアを壊しに行こう。よいしょ、バリア壊すのなんとかなる。剣を取ります。で、そうそう、そういうことだ。あーと一回カンってやりたかったね。まあ、ただこのダメージはすごくでかいと思ってる。それ後々戻って先に回収できたらなと思ってる。おー、いい、ナイスナイスナイス、これはいいと思う。これはかなり剣を取る。あ、いいっすね、かなりいいっす。2人、攻撃力がアップしてるのはかなりポイント高い。いくよ、見てろよ、見てろよ。それ素晴らしい、頼むよ。よし、
まずはそうだな、こっちやって右で壊す、カンよし、全部取ったね。オッケーオッケー、まあ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 全然許容範囲、全然の許容範囲でございますんでね。ただ、ちょっと怖いな。まあでもいいや。マジか、それマジ、そんなことがある。ただ剣が出てくれることになろう。よし、これは出たい。というのも待って、これはこっちだな。それジュージューしてる、これ倒せるでしょ。よし、片方を倒してって感じで進んでいこう。よし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 、お、剣が2個、これはなかなか激アツなんじゃないでしょうか。ねえ、なかなかの激アツ。さあ、パイ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 と、さあ、ここでどういう風に動いていくかが問題ですよ。そっち行く、なるほど。攻撃力アップしてから右上の鳥をね、刺激して、はい、OK。 さあ次だ、攻撃力ダウンはしてないからちょっとレッドブルタイム。キワ。適当に右手を壊して、あ、素晴らしい。素晴らしい。この結果は素晴らしい。で、もういいですね。ニルバーナーさんの位置が最高とんがりコーン。それ。あ、失敗とんがりコーン。まあでもいいでしょう。これ倒して剣取って進む、それが刺激的。ええ、いいだろ。よしよし、攻撃力アップしてる卑弥呼、これはもうたまらんな。どうしようかな。そしたらなるべく、こんな感じだ。待ってね、ボスから出ていこうかな。そしたら私の動き方は、こうだ。むず、ちょっと待って、下手に動くと終わる。それこれ下手に動いたかな、完全に下手に動いたですかね。まあいいや、こっちの手だけ先に壊して、剣は出てるから、まあなんとか北斗の剣、北斗の剣したいね、こっから先。それ1個剣取って戻ってきます。オッケー。でニルバーナーさん、あそこにはまってんの OK かな、色すぎかな。オッケー。そしたらニルさん、下の剣だけ取っちゃおうか。いいぞニルさん、ニルさんいいよ。あ、ニルさんいいよ。そう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 、ニルさんいいよ。剣2個か、取っちゃうのはもったいない。あ、特にモマですね。あ、やべ、失敗した。そういえばそれだった、そういえばそれがあるじゃないか。完全な失敗サークルだな、これ。失敗サークルだ、失敗サークル。よし、でも下当ててから上の剣取って、よし、なんかニルバーナいけ、ニルバーナ完璧。いいっすよいいっすよいいっすよ、ニルさんいいっすよ、それそれで下行って、マジか、それは痛い、その失敗は痛い。じゃあニルさんで倒しちゃいましょう。しょうがない、ニルさんで倒して、よけよけ、でニルさんで戻って、お、いいんじゃないですか。ここで一回戻ろう、ヒヨコ戻ってからのだね、これは完全に。そうしないといろいろと終わってしまう、そんな気がする。こうかな。オッケー。これしかないね。お、でもこれはいいんじゃない。これ多分ね、当てて右下のやつを倒しとけばもう問題なく倒せないですよね。あ、分かってます分かってます。
それはね、予想通りというか、いきやす、こういうバックしてね。あ、やべ、こう、おー、そっち行く。なるほど、その動き、なるほどね、なるほどね、だよ、これまさに。で、じゃあまあまあ、入れ歯を怖がってたら話にならん。行くぞ。オッケーオッケー、まあまあまあいいでしょう。まだあと時間はあるぜ。攻撃ブダウン。そしたらね攻撃力ダウンはちょっと痛いけども、ただこれ取って手をかすめていけば大丈夫ですよ。あ、2個2個はきついな。お、でもいいかもしんない。そしたらちょっと上がるよ。オッケー、全然全然いい、それは全然いい。次ストライクショットでどうにかなるかな。行くぞ、このストライクショットが貫通タイプになるから。よし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 、行きます。それ、これで変身するだろ、さすがに。さすがに気がしない。素晴らしい。そしてミルバーナで整えさせてきな。そんな濃厚スタイル、これは熱い。ちょっと下手だったけど、でもニルちゃんお願いします。素晴らしい。そして最後戻ってる、いいね。全然ニルバーナ使えたと思うよ。運枠としてはいいかもね。ダメージオールもついてて、しかもストライクショットもいろんな敵に当てやすいし、うん、ショットガンも使える。これはなかなかとんがりコーナーじゃないじゃん。さっきと同じだな、ドロップがよ。まあ嬉しいけどね。ちょっと下ったけども、一応ニルバーナーでクリアすることができましたんで、皆さんぜひぜひニルバーナーの運曲作りましょう。ということで、以上ギコちゃんでした。バイバイ。